はい、遠野江ですそれでは今日はですね、YouTube では初めてだと思いますけれども、スライドを使った解説をしてみたいと思います。ちょっといろいろ情報系がややこしいので、まあ、スライドの方がいいというふうに考えたんですね。で、今日のテーマは、正義の方ででテロ対策を検証とということです、えー、イスラエル・ハマス戦争の最中、最中でですね、 正義の法で、えー、一回これを検証してみたい,ということです正義の法っていうのはこういう本ですね。はいえー、2015年あたりに解かれた説法が中心になって収められた法シリーズですね。はい、で、えー、まずですね今このイスラエル・ハマス戦争の中で えー、焦点になってるのはですね、まあ、地上侵攻を指定するべきなのか、あるいは人道的な停戦をすべきなのか、まあ、この辺で判断が揺れてると、えーまあ、世界がちょっと二分して、えー、こう意見が分かれてるところだと思うんですね。どうあるべきかというのがなかなか分からないということなので、まあ、先ほどご紹介した正義の方でですね、えー、テロ対策の あるべき姿を検証してみたいと思うんですね。で、この正義の法というのはいつ解かれたかというと、2015年の1月にですね、このイスラム国による日本人人質事件っていうのを覚えてらっしゃるでしょうか。えー、後藤健二さんと湯川春奈さんという方が捕らえられて、オレンジ色の服を着せられて、まあ、処刑させられてしまったというそういう事件がありましたよね。 ちょうどその最中にオカ総裁エルカンターレは数多くの霊沙と説法をされてるんですねで。説法がこの正義の方の中に収められていて霊沙、えー、の方は後でいろいろとご紹介をしていきたいと思います。で、まあ、この正義の方なんですがこれ法シリーズと言われていて現在まで確か二十何冊か出てると思うんですが。 これ非常に重要なものでありまして、大川総裁のお言葉で、最後は法シリーズを守っておけば、2000年ぐらいは正しい宗教の系譜は持つだろうという意味のことをおっしゃってるわけですね。だから、3000冊ある幸福の科学の書籍、経典の中でも、特に重要なのがこの法シリーズだと。 いうふうに理解をしていただきたいと思います。さてその内容なんですけれどもまずですね時系列でざーっと見ていきたいと思います。2015年の1月17日に安倍総理がですね中東4か国を歴訪する最初の国エジプトに到着したんですね。 最初だったか2番目だったか、ちょっとその辺はちょっとかりあの忘れましたが、とにかく最初の方でエジプトを訪問して、そこで,です、ね、ちょっと後で問題になる会見があったんですね、それがイスラム国の脅威を食い止めるために、周辺国、イラクとかシリアとかトルコとかレバノン、ここに総額2億ドルを支援すると。 2億ドルというのは当時の日本円に換算して240億円という結構巨額なお金ですねそういう発言をされたわけですでそうするとですねその3日後に安倍総理イスラエルに移ったところで日本人人質事件を知ることになったわけですねホテルでこの日本人人質事件の このインターネットに上げられた動画を見て安倍総理はそれを認識した知ったわけですそれですぐ緊急の会見がイスラエルで行われたんですねこれ非常に異例なことなんですけど普通は国に帰ってやるんですけどイスラエルで会見したと、まあ、今回の今の戦いもイスラエルで起こっているので非常にちょっと象徴的な会見があったわけですねでそこで安倍総理が 言ったことは2点、人命尊重を第一にすると言ったわけです。人命を第一に考える。2つ目、テロには絶対屈しないと。こういうふうに言ったわけですね。これ、日本的に言ったらあ、まあそういうことを言うだろうなと思うかもしれませんが、まあこれがあとあとちょっといろいろ問題になるわけです。でまあこのあと記者団から、じゃあ具体的にどうするんですかというふうに問われたら、 とにかく全力を尽くしますとだけ答えたわけです、まあ、そういうふうな会見があったわけですね、えー、ところがまあ翌日の22日ですね、えー、これ、えー、日本に戻ってきてからだと思いますが首相官邸でですね安倍総理や菅官房長官や岸田外相が集まって協議をしている中でですねこの,このお三方 もう一人、まあ、下村文科総も来たらしいですがその守護霊がこぞって大護館競争殿のところに来てどうしたらいいでしょうかということをですね、守護霊が聞いてきたわけです、えー、誰に聞いてきたか大川総裁に聞いてきたわけですねこれまでもそういうことはよくあったわけですただその時大川総裁はですね、ちょうどこの下村文科総が 幸福の科学の大学を出そうと申請したのをはねつけたということがあってですね、まあ、ちょっと意地悪をして跳ねつけたというようなことがあったので、えーまあ、あのそれがたたったんじゃないかなんていうふうに仲間から責められてで下村文科省も大川総裁のところに助けを求めてきたということなんですがそんな経緯があったので大川総裁今回はあの私は今回答えませんよと。 あなたたちご自分で考えてみてくださいということでちょっとこう突っぱねられたんですね、はい、そんなことがありましたただまあ、やっぱりそこは大川総裁の大川総裁たるところでやっぱりですねそれに対して何らかの見解を言うべきだと考えられてその2日後の1月24日にこの正義の法の中に収められている正しさからの発展という講義をですね 横浜昇進館というところで行われたわけです。これは正義の方の第三章に入っているわけですね。まあ、それはこれからどんな話をされたかというのはあのおいおいお話をしていきます。でさらに、えー、相手側のこともちゃんと話は聞いておこうと公平に判断するためにということでイスラム国のカリフのバグダディ氏ですね。えー、この方 にスピリチュアルインタビューをいたします。でこういう方です。バグダディ氏ですね。で、これも緊急発刊したわけですね。で、えー、あのなんで。まあスピリチュアルインタビューっていう風にな霊言とな,ならずにですね。守護霊霊言とならずに、スピリチュアルインタビューとなっているかというと、どうもこのバグダディ氏を連鎖してみると。 本人の意識と守護霊の意識に多少乖離があることが認められたので本音を聞くために本人の意識の中に潜入していこうと、まあ、そういうことは自由時代におできになるわけですねということでだからスピリチュアルインタビュー直撃スピリチュアルインタビューということになっているわけですこの内容も後でちょっとお話をいたしますで、えー、さらに そういうことがあったんですが2月1日にですね後藤健二さんは殺害されてしまったわけですね要するにまあ,あ直接はですねこのイスラム国が後藤さんたちを解放するためには2億ドルの身の代金をよこせと言ったわけですねこの2億ドルというのは240億円でちょうど安倍首相が2億ドルを周辺国に 支援するといった金金金額額とと同じ金額を身代金とししてて要求していたたんですただ人2人に240億円というものすごい額でこれはなかなか日本政府も飲めなかったわけですね。で飲めないまま事態が推移していって2月1日に後藤健二さんの殺害ビデオがインターネット上に公開されてしまったわけです。 後藤健次さんですね、えー、こういういお方ですでこのお方があ殺害されて翌日の2月2日に大川総裁のところに、まあ、あの当日からもやってこられて守護霊がですねで守護霊霊言をさせてほしいと何度も何度も交渉がありましたで通常大川総裁があ守護霊霊言をするときに、まあ、ある程度のですね 格付けというのがあるそうであありましてある程度霊格がある方を基本的に霊鎖するということをされてたんですがちょっとそこまで到達していないということでお断りをしていたんですけれどもどうしてもということで連日2日にわたって強い交渉があってですね2日目には一緒に亡くなったこの湯川遥さんも連れてきて。 だからまあちょっとやっぱり意見を聞かないともうお帰りにならないだろうからということでこ,ここではスピリチュアルエキスパート大川総裁でなくてですね東海にいる幸福の科学にいるスピリチュアルエキスパート霊言ができる人の中にこのお二人を入れてみてそれで、えーまあ、霊言を取ったということがあったわけですだからものすごく手厚くこの時はいろんなことを調べた上で 一つの結論を出されているということなんですね。はいまあ、そういうことがありました。で、まあ、オーカー総裁がし、失礼、えー、安倍首相がイスラエルを訪問したときにあったのは、ちょうど今と同じネタニヤフ首相でありましたね。はいまあ、そういうふうなことがあったわけです。まあ、と今回、ネタニヤフ首相はあんまり関係ないんですけれどね、あのまあ、今回と一緒の首相がいたということだけ。 ちらっと頭の片隅に置いていてただければ結構ですで大川総裁はこの安倍総理の会見さっきのですね会見に問題がありますという指摘をされたわけですね。でどこに問題があるのかというと論理が破綻していると、はい、これがまあ日本人にはなかなかわからないところかもしれないとおっしゃってましたがどういうふうに破綻しているかというとですね まず人命尊重第一という,ふうに言ったわけですねでこれは論理的に言えば人命を尊重するのを大事にするんだから身代金を払って人質を解放してもらうとこれを最優先に考えるという意味なんですね。ところがその次に言ったことはテロには絶対屈しないと言ったんですねでこれは論理的に言えばテロリストの要求は飲まない。 テロリストには屈しないある意味武力の報復をするとかいうふうにロジックが続いていくものなんでこの2つ矛盾してるわけなんですで矛盾してることを言ったのでだから具体的にどうするんですかって聞かれたらただ頑張りますと言うしかなかったわけですねだこれこれ聞いてたイスラム国の方もあのずっこけただろうとおっしゃってました大川総裁はこれどっち言ってんだろうと。 人命尊重第一って言ったからあこれは身の代金が出てくるんだなと思ってたらその次に返す刀でテロには絶対屈しないと言ったからあこれお金払うつもりないのかなと、えー、むしろ武力でこう報復してくるのかなとこういうふうに思ってイスラム国も乱ししただろうとおっしゃっゃてました、まあそういうことがですね問題点として論理の破綻という問題点が一つあったのともう一つの問題点は 安倍首相の言葉に総理の言葉に善悪の価値判断がゼロだったということなんですねだから善悪何が善で何が悪でということを一切言わなかったのでこれは総理の会見の言葉としては不十分ということでこれについてはですねじゃあどう言うべきだったのかというエルカンターレ見解が出ておりましたこれ重要ですねこういう場面で 日本の総理は本当は本来だったらどう言うべきだったのかですねまあ反省したあとは必ずではどうするべきだったのかという改善案まで考えるのが反省の筋だと思うんですがそれをまあ今回はエルカンタリ自ら見解を出されたわけですどう言うべきだったかまずイスラム国よとあなた方のやっていることは間違っていると要するにテロで まあ、いわゆるう、まあ、民間人といっても、まあ、ちょっとおプロに近いジャーナリストではあるんですが、まあ、そういう人をですねこのお人質にとって身の代金を要求するというテロ的な行為は間違っているとはっきり言うべしということをおっしゃったわけです。ここののの価価値値判判断断が絶対にに必要ですとでさらにこの価値判断からか次の 政治的な判断を言うべきであると。判断を言うべきなんですね。どういう政治判断を言うべきかというと、これは結構日本人の人にとってはちょっと驚かれるかもしれません。ただ、エルカンターレの感覚で言うと、こういうことを言うべきだということです。日本人を処刑したら、宣戦線布告とみなしますと。イスラム国が日本に、 宣戦布告ししたとみなしますだから今後日本はイスラム国を敵対国として認識しますとそして諸外国と連携を強めてこのお要するに敵対するところに対しての行動をしますということですね、はい、こう言うべきだったと言ったわけです <laughs> これちょっと思い出すのはですね <laughs> 失礼 今回の10月7日のハマスによるこのテロ行為があった直後にネタニヤフ首相がこれは戦争ですとはっきりすぐ第一声で言ったんですねこことほぼほぼ論点同じなんですねだからまあネタニヤフ首相についてはですね、まあ、あのイスラエルの中でも極右であるということが別途分かっておりましてこれは 大川総裁も2度ほどネタニヤフ首相の死後霊,霊言を取ってますから、まあ、かなり侵略的な意図も持たれた極右の方であるということは分かってるんですがただそれはそれとして一国の首相として、まあ、自国民が1400人無差別に殺人されて200人拉致されて人質を取られたと、まあ、イスラム国のこの時よりもはるかに大きな被害を受けたわけですねであればこれは宣戦線布告とみなして えこれはもう敵対国としてえー行動するというのが筋であるというのがエルカンターレ見解だということです。これはまあ日本人の常識とちょっと違うかもしれませんがむしろこういうふうに言うべきだったということですね。そしてえその後日本特有の問題点というのがありますということですね。でこういう事態になった時に日本人の戦後の 日本人の判断は非常に問題があるとどこに問題があるかというととにかく最終的には人命第一主義を取るという考え方これが一種の人命教みたいな空気になっているという指摘をされていましたとにかく人の命が第一なんだと <laughs> まあこういうふうに言っておかないとですね国内のこの人たちがまあ納得しない面があってですねそうすると次の選挙で落ちるかもしれない、まあ、こういったこともあって 国内への、まあ、まあ人気取りと言ったら言い過ぎかもしれませんがポピ,ュポピュリズム的にはこう言っておかないと人気が下がるという面もあるんでしょうね。だからとにかく人命大一主義を取るこれはもう昔から繰り返されていて,繰り返されて,いて昔福田首相が日本赤軍のテロに対して、えー、人命は地球より重いとかって言って、えー、それもまあ結局 その後の対応が間違っていたということで問題になってますねだから人命第一というのを金貨玉城のように言うのがこれが実は問題なんですとでこれは要するにこのイザヤ・ベンダさん山本七平さんが提唱していた日本教そのもの日本というのはなんとなく空気で動いていくだからちゃんとした論理的な判断をせずに なんとなく空気で動いていってそれが日本の問題点だというこれはあのベストセラーになった本があるわけですねその日本教そのものがあここに現れていてなんとなく人命第一主義が正しいというこういう空気になっていてそれはどこに問題が出るかというと正義の判断がないと善悪の判断がない正義の観点からのかこの判断がないということなんですね。 でこれに対して海外では必ずしもそうじゃありませんとだからイスラム教もユダヤ教もキリスト教も人命よりも神の正義が大事だという価値観がありますとだから神第一なんですね。神様のお考えがあってそれでこのその中で人間というのは生きているんだと。 じゃあ,じゃあなんかあの人間の命は軽んじられるのかという反論が来そうですけれどもただ人間の命というのは天正輪廻というこの大きな仕組みによってですねある程度やり直しというものが担保されてるわけですねだからこの「己の命をかけてでも正義のために行動する」というのがこれが「是」とされるわけです <laughs> この世しかなかったら命をかけた行動ってナンセンスになるはずなんですよ 何にもなくなくってしまうんであればただ人間は永遠の天正輪廻をして何度も何度も生まれ変わってくるというこういう,う世界の中を生きているのでだから今世の命は大事だけれどもそれよりも大事なものがあるということなんですね。でこの場合の神の正義というのはですね何も人間を離れた神,の神というふうな存在がいるんじゃなくて人間を ここなく幸福に導こうとされている存在神様というのがいてこの神様の判断されるというものを尊重するという意味です。でなければ人間心だと情に流されたりですねいろんなものに惑わされたりすることがあるので常に神の正義を考えていってそれを中心にして行動しようと。だから人命第一主義じゃないんですね。本当ににに大事なもののというのはさらに他にあって そこのもとでに人間も生かされててその中では命も大事にするということがあっていいわけですけれども第一というのが違うと正義の判断がなくなってくるということですね。でここまでまあある程度述べられた後でただしまああのテロは問題だからテロには絶対屈するべきではないというふうに考え述べられた後ただ相手方のバグダディ氏の意見も聞いておくべきでしょうということでですねここまあ あのののエルカンターレの公平性のところですね相手が言い分もあるでしょうからそれも聞いておくということです。で虚心短歌に聞くということでここで1月の31日にですねまだだから、えー、後藤健二さんが亡くなるという発表というかビデオが出る前の日ですねその日にイスラム国カリフバグダディ市に直撃スピ,リチュアルスピリチュアルインタビューを行ったわけです。で そこでバグダディ氏が一体何を言ったか要点を申しますと日本はとにかく人命第一だろうというふうに言ってきたもうだ見抜かれてるわけですね日本は人命第一でしか判断しないからだから人質を取って身の代金を要求すればいうことを聞くんだろうということを最初の方で言っておりましたそれからこのバグダディ氏はねまあ私のことをテロリストテロリストと言うけれども もうちょっと大きなこの志があるんだということをおっしゃったわけですねだからフセインとビンラディンが今亡くなった後イスラムの世界を守るためには求心力が必要でそのためにイスラム国を建設する必要があると思って行動してるんだとだからイスラム国というのはイラクとかシ,ランシリアをですねずっとこう包摂するぐらい大きな国を構想していたわけでだからいろいろとまあお金もいるということなんでしょうね まあそういうふうな志があってやってるんだと単なるテロリストじゃないんだということを主張しておりましたでただしその後ですねやっぱりこの人質事件を起こしたりあるいは首を切ったりするという行動をする原理みたいなものがですね出てくるんですねそれが何かというとイスラム教でない人たち異教徒に人権などないということをおっしゃってましたこれもっとあの実際には直接的な言い方をしてましたですね だからあの、殺されても彼らは文句言えないんだというぐらいのところまで言っていました。はい、だから、まああいうふうなテロ事件が起きるんだろうなということですね。えー、相手の人権認めてない、だから殺して構わないという考え方をおっしゃってたわけです。で、その後ですね、これがまあ今回の出来事にもつながる話なんですが、今、私は、まあ、あ欧米等に囲まれているから、 あの負けるかもしれないと言ってましたで私がいなくなるかもしれない私が死ぬかもしれないけれども私が死んでも似たようなものがまた現れてきて次はイラン対イスラエルの戦いが起きるだろうと言ったわけですねそういう予言をしたわけですでこれですね今回のハマス対イスラエルの戦いはですねハマスのバックにイランがいることがほぼもう確定してますから結局ですね イラン対イスラエルの構図になってるると思われるわれけですねイスラエルを北から攻めようとしているヒズボラもイランが作った武装組織ですからそれから南の遠くからミサイルを撃ってきた、えー、イエメンのですね風刺派もこれイランが肝入りで作った組織なんですだから全部イランの肝入りのところの武装組織がイスラエルを今攻めているわけですね。 だから構図としてはイラン VS イスラエルの戦いだからこの時のバグダディ氏の、えー、今から8年ぐらい前の予言は当たってるんじゃないかと思えるわけですで一通りこういう話を聞いた後ですねまあ,あとにかくうアッラー,アー・アクバルうといってですねあのとアラーが至上主義と言っておられるんですけど実はエル・カンターレはですねあのアッラーでもあられるのでオ川カ総裁は最後に アラーの気持ちを代弁して申せば私は中東に早く平和が戻ってきてほしいと願っているとおっしゃったんですねだからこのような争いをずっと続けてほしくないというのがアラーのお考えであったわけですまあそういうようなことがですね一応バグダディ氏を聞いてみて分かってきただからテロをするという考え方の根本にあるものも分かったということですね。そしてさらに 大川総裁はですね、じゃあ,あのこの捕虜になって殺された後藤さんがですね本当はどう言うべきだったのかということをこちらもですね検証に入っていかれます。でイスラム国日本人人質事件の真相に迫ると言ってさっきも言ったように、えー、今回はオ川カ総裁が霊言をしたんじゃなくてスピリチュアルエキスパートに霊言をさせて なんんと大川総裁も質問すする側に回られたんですねだからこれはものすごくこの異例だだし貴重だと思いますだから実際に霊言をしたのは亡くなった後藤健二さんと湯川春奈さんなんですけれども大川総裁による質問が中に入ってるんですね他の方の質問も入ってますけど中に大川総裁の質問が結構入っててこれ極めて異例だし貴重でですね私には こういう霊言の場合の質問の一種の模範が示されたんじゃないかと思うわけです。ものすごく意味のある質問をたくさんなさいました。そこから学べるものも多いので、あの動画の概要欄に貼っておきますから、この本はぜひ読まれた方がいいと思います。もうこれ、私他にここまで大川総裁が質問した。霊園知らないんですね。はい。だから本当に貴重な機会です。で、そこで大川総裁が。 あ質問された内容がまたおそらく日本人にとっては非常に驚くべきものだったんですね最初にこうおっしゃったわけです後藤さんあなたには武士道精神は少しはないのですかとおっしゃったんですね結構厳しい質問だと思います口調はあの優しい口調ですけれども内容はこういう内容をおっしゃってどういうことかというとあなたは覚悟して市に入ったんでしょうとだからジャーナリストとして その危ないいとところに入っていってたはずだとでしかも湯川春菜さんを救うというそういう目的も持ってですねかなり無謀と言われた七に自分の意思で入ったんでしょうとその七でいろいろ言うことは恥ずかしいと思いませんかなんで恥ずかしいかというとですねこの,あの霊言の冒頭でもう本当に悔しい悔しいと結構取り乱し気味に相当おっしゃって、まあ、日本の政府の対応も なんであんなあのちゃんとした対応せずにお金出さなかったんだとでかなりこうそれを指してるわけです。あ,あなた覚悟して地に入ったのにいろいろと文句を言ってるのは恥ずかしいと思いませんかとあなたに仏像精神はないのかとこう言われたわけです。でさらに この日本に対してですね、まあ、私を助けてくださいというふうな命乞いをするだけでは不十分だったと思うと、川総裁はおっしゃってですね。で、こうおっしゃったんです。日本の国民に対して何か言うんであれば、断固テロに屈する必要はありません。私の命など惜しくないから、テロリストの要求は拒否してくださいとなぜ言わないのですかと、こう問われたわけですね。これも結構 こう鋭い問い問だととと思いいますすこ、はいえー、このようううに言うべきだということです、ね、だでねからもう首を切られて死ぬ覚悟を決めた時に何か一言を日本の国民に言えるんだったら皆さん断固テロには屈してはいけませんと私の命なんか惜しくないからテロリストの要求は全部拒否してくださいとテロには絶対屈してはいけませんとなぜあなたは言わなかったかとこうおっしゃったわけです。 でなぜここまで言うかというとこうおっしゃったんですねこれはワールドジャスティス世界正義をめぐっての戦いですからねとあなたがどこか南極か北極で事故に遭ってその救出を願っているというような事案ではありませんこれは世界正義ワールドジャスティスをめぐっての戦いの中で起きていることです何が正しくて何が間違っているのか 何が正義なのか、これを世界中で一つの事例として示す重要な場面なんだと。だからあなたはいろいろ言ったりするんじゃなくて武士道精神にのっとって断固テロに屈する必要などありませんと私の命惜しくないからテロの要求は拒否してくださいとなぜ言えないとこういう話だったんですねとっても大事な判断が出てきたと思います。今これを はっきり言えるる人人人が日本人に一体何人いるでしょうかそう考えるとですね本当に貴重なあ教えがここで、えー、出てきたんじゃないかと思っておりますそして、えー、こうも言うべきだともしテロリストたちに何か言えなかったのかとそしたら「お前たちのやり方をおかしいとなぜ言えないと」とテロリストに何か言ったらとあなたはそう言わなかったのかって言ったら 後藤さんは言わなかったと答えたんですが欧米の捕まっていた人質の中にこれを言った人はいたとただその人間はすぐ殺されたと言ったんですね大川総裁はそれはそうでしょうとおっしゃってましたただ命を懸けてでも言うべきことを言う時はあるんだとだからこれが人命尊重第一ではない考え方があるんですね神の正義の方がより大事なんだとワールドジャスティスの方が大事なんだと そういうふうういいいふな考え方がエルカンターレから出ているということこでありますだから結果的にですねここでもおっしゃったのはイスラム国は日本に対して宣戦布告をしたのに等しいですとこれは大川先の見解ですだから日本とイスラム国は交戦状態になっているとおっしゃったんですね。これはあの人質2名殺された段階でのエルカンターレ判断です。 こういうふうに人質を取られて身の代金要求されて結局殺したんであればそれはもう宣戦線布告をされたとこう捉えるべきであってだから日本とイスラム国はこれ戦争状態に入ったとこういうふうに捉えるべきだとこう宣言すべきだということですね。だからこれさっき言ったイスラエルがすぐにこれは戦争ですと言ったのと考え方としては同じ考え方のように思えますね。そういうことをおっしゃったわけです。 だからここからも学ぶことは結構多いんじゃないかと私は感じましたでここで大川創世がおっしゃったのはですね善悪をこの推定する方法があるとだから神の言葉が聞こえない時ですねだからそういう時もあります神の言葉が直接聞けない時にはこういうふうなやり方があるとだから大川創生は知っておられるわけですよ あ,のあることにおいて何が正しくて何が間違っているかを判断するのはとても難しいと例えば今回のイスラエル・ハマス戦争においても地上侵攻するのが正しいのか人道的に停戦するのが正しいのかこういう判断するのはとっても難しいものがあるということですねただそれにこれを推定する善悪を推定する方法が一つだけあるというふうにおっしゃったわけです。 それはどういうことかというととことんそれを究極までやったとしたらどうなるかを想像すればいいということなんですね。とことん究極までそれを押していった場合それがどうなるのかを想像すればそれが正しいか間違っているかが見えてくるということなんです。じゃあ例えばですね今回の件で言えばどういうふうになるかというと今回あのハマスからのテロが始まりですよね。 まあ歴史的な経緯はあるにしても直接今回の,あの争いの原因行為はハマスが突如として教会を越えてきて突然教会を破って侵入してきて無差別殺人をですね1000名以上行って人質を200名拉致してそして今人民とこれはパレスチナ人民ですねパレスチナ人民と人質200名を盾に徹底抗戦しようとしていることですね。 これが果たして正しいか正しくないかを判定するときにはとことんそれを究極までやったらどうなるかを想像したらわかるということなんですね。じゃあこれ例えば世界中でいろいろな揉め事があったときにこのおある不満を感じている方が突然教会を破って相手方に侵入して無差別殺人と人質の拉致をしてそして人質とお盾に。 もう立てこもって徹底抗戦するということが世界中で起きたらみんながこれをやり始めたらどうなるかということですねそれを世界中で繰り返しあったとき人類は幸福になるかどうかこれを考えよということですこれが善悪推定法でありますさて皆様はどうお考えになるでしょうか私はこれをやって世界中こういうことになったら地上が地獄化するというふうに思います でもしそれが悪だと判定されるのであれば違うとなったらそれは幸福じゃないと判定されるならそれは悪と判定をすべきであってその場合は悪に対するしかるべき対処をすべきだということですね。だからまあ例えば今いろいろと報復行為をしてますけれどもそれは悪だと判定したのでこういったことをこれ以上世界中に広げてはいけないから。 抑止,抑止としてやってるということとして捉えることができると思うんですね。はい、これがまあ善悪による見方でそれは人命第一主義よりもこの神の正義の方が優先するというのがどうやらエルカンターレのお考えではないかと思えるわけです。地球神はそのようににお考えになっていると何が何でも人命重視ということだけでですね物事を決めていったらですね 結局地地上が地獄化すするるととといいうことにななんんじゃないかと思ったんですねだから悪が抑止でできないからです悪が何が悪なのかがよく分からなくなってただ人命を救うということだけをですね金貨玉状にした場合善悪の判断ができなくなってそうすると悪がどんどん広がるということがありえるということではないかと思うんですね。で、えー、こういった判断を受けた上で、えー、おっしゃったのはですね 日本人に反省ポイントがある、まあ、世界の反省ポイントと言ってもいいのかもしれません。あの今、欧米の判断もなんか結構日本人的な判断をするなと思うことが多くてですね、まあ、バイデン首相も実際は日本人的な曖昧な判断をするという指摘も結構ありましたから、そのこの後にですね、えー、だ日本人だけじゃないかもしれない。ただ、ここで反省ポイントとして明確におっしゃったのは、宗教的価値判断が、 正義の観念に入っていないことについて日本人は深く反省すべきだとおっしゃったんですねもちろん難しい,い方ですねだから正義とか言った時に人命を救うのが正義なんだとこういうふうに考える日本人が多くて宗教的な価値判断神がどちらを正しいと思っているかということですねそういう正義の判断をしていないことを,を反省すべきということです もうちょっと言葉を丸めて言えば宗教的に善悪の判断ができていないことを深く反省せよということだと思いますね。だからこそ <laughs> 正義の法というものを解かれたんだと思います。正義がなくなっている時代だからだからこそ今こそ正義の方をですね学んでこれはまあ8年前ぐらいに解かれた法ですがさっきも言ったようにこの法を <coughs> 広めていけば2000年ぐらい正しい教えが世の中に定着するだろうというぐらいのですね大事な教えが入っていると思うんですよでこの中に今回のテロ事件への対応の仕方もこの中に収められているわけですねだからこれをもう一回学ぶべきじゃないかと思います、まあ、私はとりあえずこうやって解説してますけど皆様が直接手に取られてご自分で確認をされご自分で学ばれることを心から おお勧めしたいといとう,うに思っておりますなので今日のまとめとしてはですね一つ目は要するにあの矛盾することを言っても何にも解決しないということですね安倍総理がなさったみたいにあれはポピュリズムでやったんだと思うんですよ、えー、だから人命重視というのは日本に対する人気取りそれからテロに屈しないというのは欧米に対する一種の人気取りでも人気取ろうと思って矛盾することをねいくらきれい事で言ったとしても判断がなかったら解決しないと。 2つ目人命第一優先主義というのはこれ正義なき考え方に陥りやすいとこれは日本人に対する反省ポイントとしておっしゃったところですねだから宗教的に善悪を判断すべしとだからまあ信仰のもとに善悪を判断すべしであって信仰がなくなってですね喜恵、えー、の心がなくなった上で 自分の人間心だけで善悪を判断するのでは間違うことが多いので宗教的に善悪を判断すべしその時にこの仏がいない時には法に消えせよというお言葉がありますからだから法シリーズ等ですね大事にすべきではないかと思う次第であります、まあ、ちょっと長くなりましたけど、まあ、今回はですねより精密にお届けするためにスライドを使って解説をさせていただきましたえー これですね。正義の方でテロ対策を検証。今、イスラエル・ハマス戦争の最中であるからこそ、こういう学びをですね、もう一回することが大事だと思いました。以上です。参考になれば幸いです。ありがとうございました。